ちゃんとここに段ボールがあって、今回は、牛乳パックに入って届きました。これいい形なんじゃないですか。はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはメルカリでブラキリスの未消化株を買ったらどうなるかという検証企画です。メルカリでもブラキリスの未消化株って結構売られているので、どんなものが届くのか、本当に大丈夫なのかっていうのを検証したいと思います。あと今回はいろんな出品者の方の梱包方法も見ることができるので、自分で出品したいと思っている方の参考になればと思います。はい、では早速メルカリでブラキリスの苗を探していこうと思います。1万円とか2万円超えるような、結構大きく育ったやつもたくさん出品されてますね。で、そういうのは正直買えないので、まだまだ小さい苗っていうのをちょっと狙っていきたいと思います。価格は2200円、多分親指ぐらいの大きさで、国内未消抜き苗で第4週郵便での発送、鉢植えのままを希望の場合は、プラス300円で、対応してくれるそうです。抜き苗ちょっと怖いんですよね。配達される期間にもよると思うんですけど、個人的にはこのプラス300円払って鉢植えのまま送ってくれるっていう人を探したいなと思ってます。この方他にもたくさんブラキリスめちゃめちゃ出品してます。で、評価も普通にすごくいい方なんで、はい、そこで、購入します。はい、それでは一つ目のブラキリス到着しました。周り見た感じは、結構ブラキリス自体はそんなに大きくないと思うんですけど、割とこう大きめの余裕のある箱に入れてもらっていて、ちゃんと潰れないようにしてもらってるのが分かります。ちゃんと天地上側どっちか分かるように矢印書いてもらってるので、宅配員の人もどっちが上かっていうのがちゃんと分かったと思います。周りにしっかりこう緩衝材入れてくれていて、全然潰れないようになってますね。で、見ていただくと分かるんですけども、鉢の上にこうティッシュを巻いてくれてます。で、ティッシュをこう巻いて、で、ここでセロテープで留めてくれてます。これ絶対もう土は漏れないですね。いかがでしょうか。これいい形なんじゃないですか。こう大きさこのぐらいですね。やっぱり親指と同じぐらいの大きさでした。写真で見た感じと一緒ですね。で、こう長くなりすぎてないし、こうぷっくりとした形なんで、個人的にはすごくいい形だと思います。で、針というかトゲもちゃんと残ってるし、葉もねすごくピンとして元気がある状態ですね。どこを見ても傷とかないですね。すごいいい状態だと思います。今回この方が良かったのが、発送がすごく早かったんですね。買った次の日にすぐ発送してくれて、昨日の朝発送して、で今日の昼に届きました。これが1個目のブラキリスになります。
今回は、牛乳パックに入って届きましたね。でこの方は牛乳パックの、上の方を切って内側に折り込ん でそこにあのビニールテープをセロハンテープを貼って上からカバーしている形で発送してます。では早速どんな感じで入っているか開けていきたいと思います。で、グラキリス本体です。で、土が、この方も土がこぼれないようにしっかりとこうティッシュペーパーでくるんで、その上からセロハンテープでこう留めています。はい、で出てきたのはこんな感じのグラキリスでした。だいたい大きさは、小指の、第二関節ぐらいまでの大きさ、だいたい3センチぐらいですね。まあ、特にあの葉もちゃんと勢いがありますし、まあ、幹も、特に傷んでない感じです。でちょっと気になるのはあの若干あの苗がぐらつくというか根がどれぐらい張ってるのかっていうのが、まあ、気になるところですけど、これはあのちょっと様子見をしていきたいと思います。もしかしたらあのこの大きさなんでこう根がちゃんと張ってなくて多少ぐらつきが出てる可能性もあるんじゃないかなと思いました。はい、続いてはこちらのグラキリスです。こちらは送料込みで2,500円で鉢植えで、送ってくれてます。でこの方も今まであの評価がすごくいいので、大丈夫かなと思って購入しました。この方が出しているグラキリスなんですが、割と多頭の、グラキリスが多い感じですね。でこのグラキリスも発送の通知が来てからだいたい1日で着きました。では早速開けていきます。こんな感じに入ってます。これも開けていきます。ちゃんとここに段ボールがあってこう壁に触れないように固定してくれてます。鉢の上をペーパータオルをで覆って、その上にさらに、ビニールテープをかぶせてこう土が燃えないようにしてくれてます。
はい、取り出せました。大きさはだいたい人差し指ぐらいの大きさですね。で、いくつかな、芽が結構いろんなところから生えてきてるんで、横から芽が 1,2,3,4,5 5本生えてますね。これどういう形になるかちょっと楽しみです。で、植物の状態は葉っぱも青々としてるし、幹も特に傷とかはなさそうですね。この辺りはちゃんと梱包されているので全然問題なさそうです。はい、今回は3株のグラキリスをメルカリで買って、どんな株が届くのか、どんな梱包で来るのかを見ていただきました。僕はまだ初心者ですけど、個人的にはどの株も状態がいいものが届いたと思っています。梱包についても牛乳パックで来た時は驚きましたが、全体的にちゃんと株が傷まないように丁寧に梱包してくれているなと感じました。選ぶ時のポイントとしては、当たり前ですけど評価が高い出品者の方から形の良い株を選べば問題ないと思います。はい、今日の動画は以上です。参考になったという方、また見てもいいよという方はいいねボタンを押していただけると僕のモチベーションになりますので、ぜひ押してください。またチャンネル登録もお願いします。それではまた。